アンリ・カルトン・ドゥビアール・アンリ・ビクトール・マリー・ギラン・カルトン・ドゥビアール伯爵は、ベルギーの政治家。イギリスの将軍エイドリアン・カートン・デビィアートのいとこで、ある。カルトン・ドゥビアール伯爵家の子息として、ブリュッセルで生まれたアンリは、ブリュッセル自由大学で法学を学び、弁護士となった。1896年に、カトリック党の大議員議員となり、1951年に、 死ぬまで議員を続けることになる。1911年から1918年まで、司法大臣を務め、児童の保護に関する法律の制定に尽力した。少年犯罪への措置として、少年裁判所を創設し、親権者の親権を停止できる制度を制定した。これらの働きは、国王アルベール一世への賞賛を受けた。第一次世界大戦後の1920年に、 カトリック党、自由党、労働党による挙国一致内閣の主犯になり首相に就任した。在任期間にはベルギー・ルクセンブルク経済同盟条約の調印を行った。1921年の首相退任後は1928年から1935年まで国際連盟のベルギー代表を務め、1940年5月のドイツ軍のベルギー進行の際には、 ベルギー亡命政府に同行し、ロンドンに逃れた。1950年には短期間であるが、再び司法大臣を務めた。アンリは、作家としても有名で、いくつもの歴史小説や自助伝などを執筆している。特に、ラサイト・アーダンテという小説の題名は、現在では、リエージュの別名となっている。ありがとうございます。